なんか最近我が家に裏切ったポンちゃんとキンちゃんいなくなっちゃったね。もうやんないぞ、俺はもうやんない。あとどうもワグニでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。本日寝起きでの収録気合入れていきたいと思います。っていうかね、今日は東京へ行くので、あんまりね朝ゆっくりしてられなかったということもございまして、寝起き真っ盛りでございます。よろしくお願いいたします。今日はどうしよっかな、何しよっかな、なんかこうやりつつなんか取れ高ありそうなことやりたいと思いますやってまいります。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ゴーちゃんが、ゴーちゃんが愛を込めて花束を大げさだ。ゴー的にはやっぱ見られると恥ずかしいというか、そんな気がしました。ゴーです。おい、今の出たがりちゃうんか。違う、出たがりじゃない、出たがりが最近来ないはい、すいません、やってまいりまーしょーた。ゴーちゃんが花束持ち出したからびっくりしましたよ。もうそれは取れ高ですよ。あれ、もしかして、もしかしててっちゃん切断します。やっぱり消えてたの、こんちゃんの意思を継ぐ鉄。ちょ、あれだな、鉄の鎧を鉄鎧に変えますちょっとちょっとちょっと、あ、出たがりがここに。ちょっと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 、なんか最近我が家に村人がたくさん来る。ちょっとほっ、てっちゃんが普通のてっちゃんに戻った。おやす、まだか、おやす。はい、なんだかな、あ、そうだ、ちゃんとね皆様にね見せるものあるんだよ一つ。じゃあてつ行こう。収録外で放置させていただきました。昨日の動画内でアイテムをかなり失いましたので、あ、それちょっと作ってもいいかもね今日ね、経験値あるしね。ほうほう、到着鉄、またいない。もうこれ鉄がさ、こんちゃんの意思を継いでくれてるとしか思えない。今まで鉄消えたことなかったんだよ。よいしょ、さあ3つ溜まっておりますので、ちょっとカチカチして、では修繕チャレンジオープンしてまいりたいと思います。はっ、お、強めのが、あーはーはー、嬉しすぎる。火炎耐性、水中歩もある。おお、熱い熱い、もう釣りでな、おおはは、2つも、もうそう、もうすでに2つも来い、3つ目来い、最高記録を叩き、あ、シルクタッチ。ちょっと待ってください、ここに入れてくわ、修繕とシルクタッチ以外入れてく、どんどんいくよ、来い。耐久差もあった、うん、違う、修繕か、びっくり、釣り竿じゃん。はい、ということで今回シルクタッチ1つと修繕が2つゲッツ、ありがとうございます。これは大収穫ですよ。よし、ちょっと整理して、お、なんかまた増えてる、また増えてる、え、シルクタッチもう1個来た、はあ、糸が全然来ない。こんなにやってこれ1個だけだからね、糸寂しいね。あー、つうわけで修繕が、シルクタッチが2つ、修繕が2つも手に入ってしまいました。これ素晴らしいよね。これやるっきゃないんじゃないの。水入り瓶はこちらに入れておきます。ポーションになりますからね。おいで、この強めのエンちゃんと一旦こっちに避けといて、あとは全部取り出してこっちのチェストに移したいと思います。で、その中から必要なものを選んでいくスタイルをやって、私の防具武器復活させていきましょう。やばい、パンパンだ、空いてるところがね。じゃあちょっと一旦ここに、はい、入れさせていただきます。あ、夜になりかけてね、ははおやし、整理するだけでええわ、こんなに時間経つんだよ。この時間をいかに少なくするかの、ところで言うと、やはり仕分け機になるんだけど、仕分け機作ろうとなるとまた大掛かりになっちゃうから、どうしても尻込んじゃうよねっていうところですよ皆さんね。尻紙みたいな、よし、片付け終了だ。そう、会議だ、会議が行われている。どうすんだよって、こんちゃんと金ちゃんいなくなっちゃったねみたいな話してるじゃん。出たがりもこれ会議に参加してる。あい、分かってる、分かってる、村人が分かってるから向こうに。修繕が2つ、シルクタッチが2つできたので、せっかくだから作りましょうか。シルクタッチといえばね皆さん、ツルハシとシャベルですね。なので、まあ、ゆっくり作っていきますよ。
ダイヤも結構余っておりますし、ツルハシとシャベル、じゃあこの2つを今日は復活させましょう。せっかくなんでね、経験値も余ってますしね。あ、これもお話ししたかったんだ。さっきねご紹介したあのスケルトントラップでね、放置していっぱいゲットしたじゃないですか、本をね。あれは釣りを放置してて本をゲットできるんですけれども、夜中の3時から放置してたんですよ。で結果的に多分4時間ぐらいは放置してるはず。数を見るとね、今回のこの本の数4時間じゃ済まないかもな。もっと放置してるかもしんない、まあ、5時間ぐらいかな。数があまりにも多かった今回。シルクタッチと修繕、ナイス。それでは、彼らにつけられるものを探していきましょう。で何を探すのか、まずこうツール類につけられるところでいうと耐久力3が必要だよね。であと効率強化です。あ、効率強化4発見、耐久発見、あ、効率強化4、これで効率強化5ができた。あ、耐久3だ、すごい揃うねやっぱり。あ、効率強化4、あ、効率強化4だけどなんかいっぱいついてる。一応出しとくわ、全部見るからねこれ効率強化もうちょっと弱そうなのがあったのでそっちに変えました。つけるのはこのツルハシに効率強化5、そして耐久3でシルクタッチと、修繕をつけます。これでもう揃ったわけですね。でダイヤのシャベルも、効率強化5がこれでできる、耐久3、修繕、シルクタッチ、あ、揃いましたね。揃い踏み、もう揃っちゃった。一応全部見るって言ったから見る、いきます、見ます。はあ、もう見るのめんどくさ。この経験値足りるのでしょうか。その前に、その前にと言ってはなんですが、この本出しまして、ラピスラズリを出しまして、さあ始まりました本日のエンチャントのコーナー、参りましょう。こうやってこのエンチャントと書いてますね、ここに入れることで、おお、効率強化4、これは使えるんじゃないか。ただ怖いのが効率強化4つけると幸運とかついちゃうと、もうすごい嫌だすごい嫌だなんだけど、いく、もうつけんなって幸運を、おバカ、おバカ、あんたはもう本当におバカよ。ほらシルクタッチつかなくなっちゃったじゃないか、おバカ。はあ、もう一個作っていきます、ツルハシ。くそー、ダイヤと経験値を無駄にしちまったじゃねえか、バカ野郎がよ。幸運を出すなとあれほど前振りしておいたのに。ねえゴーちゃん、ゴー的にはそんなこと知ったこっちゃねえんで、村人の会議混ざれなかったことに対し悲しみを覚えております。悲しそうな背中よし出すなよ幸運をよ。大久さん、幸運出すなよ、こいつ舐めてる。あー、もうやだ、経験値無駄遣い、エンチャント台なんてもういらないよ。幸運つけんなとあれほど言っているだろう、2回目だろう幸運。愛を込めて花束を、大げさだけど受け、やっぱりまた来たんですか、あれほど見ないでと言ったのに。出たがりじゃないんかい。ゴーちゃんが恥ずかしがり屋という一面を今日は発見しましたね皆さん。くそー、ダイヤのツルハシ2つあるのでこいつらを掛け合わせることで何が起こるか、はい、ただのツルハシができます。これもみんな覚えておきましょう。もうやんないぞ俺は、もうやんない。あとこうシャベルもやったとしたら幸運ついちゃうからね、幸運をつけるなとあれほど言っておろうが。ではもうやめます、足りないよ経験値がさ。あ、そうか、金床を持ってさえすれば、ほう、なるほど、金床をこう2つ持って、よし、エンダーマントラップ行こう。マギだ、行きます。やってまいりました、参りましょう。今日はたわいのない感じになって申し訳ございません。どういうタイトルにしようかな、次5時間放置してみたいにしようかなうわー、見てこの集まり方を見よう。ほらもうはみ出て落ちたやつが出てくるんだから、ほらほらほら、半端じゃないでしょ。さあここに置いて、ちょっとうるさいうるさいうるさい うるさい。ではまずダイヤのシャベルを完成させていきたいのですが、効率強化5を作りましょうか。イエスで、こっちも効率強化5をイエスしましょう。イエス、さあつけていきましょう。経験値の方は大丈夫でしょうか。
延茶コストの高いものからやっていく方がなんかいいなって俺思ってて、順番的にはこうだな。効率強化5をつけるで、耐久3を、あーびっくりした、シルクタッチをつけ、竜シューチェーンをつけられない、こういうことですよ。経験値なくなっちゃいましたね、どうするんですか。あ、なるほど、ここでいくらでも稼ぐことができるんですね、ですよ。で、ここに修繕をつけるんですが、はい、ここで俺のつるはしシルク、何だこれ、これ俺のつるはしシルク、おかえり、ほんとこんなことばっかりやってますね。じゃあ経験値いただきたいと思います。ご覧ください、無限に落ちてきますから。経験値永遠、エンダーマントラップ、史上最強説立証。さあ、まあ色ぞ、効率強化5をつける、耐久3をつける、シルクタッチをつける。じゃあ最後の、修繕をつけたいと思います。俺のしゃべる、おかえり、えい、このようにして装備というものは、作られていくわけですね。ありがとうございました、戻ります。さあ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 、4号ちゃん参りますよ。いやー、はい、本日はこのような形でまったりと昨日やったエンダーマントラップをご紹介しつつ、釣りをね、おーすごい、通り抜けられた、びっくりした、昨日のね、うっそ、まずいってそれ、やめろってお前よ、おいおい、なんだよお前、くんなってよお前、うわ入ってきた、行って行って、おい、なんだよあいつ、いきなりやってきたよ俺、どっからいた、俺もしかして街中にいたエンダーマン見ちゃったのか、ちょっとゴーちゃんが助けてくれんじゃないかって期待しちゃったんだけど、やられたじゃんね、ゴーちゃんさ、さすがにさ俺のことそんな好きじゃない、あーちょっと待って、猫とかが動いてる、なんでなんで、何が起こったの、あれ何が起こった、おいマイワールド、座れ、あれマイワールドがおかしくなっている、ダメ、座っとき、あーもうチェストの罠に引っかかってる、あーダメだ、言うことを聞かない、座ってるのだよね、なんか俺が馬で暴れた時にこんなに離散した感じ、じゃ相手も戻ってきてるよな、大丈夫だよな、おわ帰ってきてる、よっしゃー、あーというわけで、まったりとやらせていただきました、本日は以上です、ガーハーハーハー、それでは本日誕生日の兄弟を送るプチチャレンジやってまいりましょう。今日はですね、はい、新しい馬連れてこよう、うちのマイハニーにね、嫁にね相談したらね、プチチャレ何しようかなって相談したらね、新しい馬、探してきてあげなさいということで、一頭、探しに行きたいと思います。そこでですね、お馬さんかねてからリクエストいただいてたのが、白馬ですね、白馬いないし、なんかこう色的に中途半端なのしかいないんだよね、うちには。白馬ってどこにいたっけな、もし見つからなかったら違う馬で、我慢してね、白馬がいれば白馬を連れてきたいと思います。待っていろみんな、いなくなったコンちゃんやキンちゃんの分も活躍してくれる新しい仲間を探しに行くぞ。なんで俺こんなところがわざわざ行ってんだ、そういえばほんと無駄足を今踏んでいるよ。あ、白馬だ、無駄足じゃなかった、これは奇跡だ、ヒヒーンヒヒーンヒヒーン、毎回なんのかいそれな、あ白馬がいたよみんな、うわー、どの白馬にしよっかな、俺はさピンときたよ、君だね、君がうちの仲間になってくれ、諦めないよ、一緒にうちの牧場を賑やかにしてくれないか、おい頼むよ、おう、ディッディリーン、お割と早い割と早い、ジャンプ力は、お割とあるんじゃない、お、コンちゃんに次ぐ能力、お、もしかして君はコンちゃんの生まれ変わりか、ちょっと待って、鉄帰るぞ、あっちの方に道があったと思うから、もう道からちょっと平和に帰るぞ、鉄馬小屋まで連れて帰るね、遠足は帰るまでが遠足ね、修学旅行は、次の日学校でみんなと、修学旅行に、みんな新しい馬が来たよ、
おい、ついに我が村にも白馬がやってきたんだよ。あ、いない、またバグでいない。いた。では、彼の名前、またみんなに相談に乗りたいと思います。というわけで本日誕生日の兄弟おめでとう。白馬が来たよ。それでは兄弟通信参りましょう。俺も海外行きたい、アンケート取ってみましたら日本でいい 53%、 うん俺私も 46%、 すごいね、ちょうど半分ぐらいになってますね。行きたいっていう人の方が少ない結果にはなりましたけど、半々でいいんじゃないこれ。私もオウムを輸送中にやらかしました。なのでネザーゲートを拡張して挟まらないようにしました。なるほど、俺もそうする。悲しんでも始まらない、未来を向いて歩こう。ジャングルの猫ちゃんのお墓参りに行ってほしい。ブチじゃれ妖精、猫が鉄筒に乗るとき開かなくなるがシルカーボックスだとどうだろう。これ難しそう。あー、シーズン2から初期から活躍していたコンちゃんがどうか安らかに。こういうコメントね、たくさんありました。みんな優しいね。本当に私がショックを隠しきれず、 YouTuber としてあるまじき感情を表に出すという、あるまじきではないのか、ということでですね、皆様がすごい優しい言葉をかけてくださいました。ありがとうございます。まあそんなわけで皆さん、以上でございます。次の動画そして配信でお会いいたしましょう。じゃあねー、ほな。